釈尊は2000年前までの仏様であったですよと。そしてその中で最高の教えは法華経でしたと。でも、はい、法華経ですら2000年お釈迦様が亡くなって2000年以降は効力を失ってしまいますよと。はい。でそこで予言された通りに日蓮という方が鎌倉時代にお生まれになって、はい、そして今度は本当のご本仏としてお姿を表すわけですね。あ、そこを立正佼成会は、うん、ですね、私がその話を、うん、今日蓮ご上人だなったんだなっていうのは分かったんですけれども、うん、私が教わったのは、この私の教え、釈尊が、うん、私の教えは東で栄えるだろうと、うん、でその東で栄えたところで私の生まれ変わりがやっぱり生まれるっていうのを、うん、教会、まあ、臨床構成会をそれは返すためだということになってるんですよ。だからちょっと笑っちゃうんですけど、そう。でも言いたい気持ちはわかる、海人さんがそういうふうに言いたいっていうのはね。はい、それは気持ちはわかるんだけど、結局それを裏付ける経文がないんですよ。そうですね、今言った1052年から1552年って本当に決まっちゃってるわけだから、はい、どう計算しても海祖さんの年数とは合わないんだよね。そこの年数は言わないです。東で栄えると、はい、生まれ変わりが出る、必ず日本から出るということを予言されたということだけは教えてもらうんですけどね。そこはいつに現れるかとか、そこは合ってんですよ。そこはその東方に縁があって、そして、はい、結論としてはそれは日本という国であるっていうところも合ってんです、そこね。はい、問題は年数をちょろまかしたってことですよ、はい、庭の日教師が。そうですよね。そうだから庭の日教師が好き放題に法華経を解釈していろいろ解いてもいいっていうことに、まあ、そういうふうな理論が導かれるけど、はい、それはダメなんですね。それは法華経のね、ちゃんと書いてあって、はい、5の500歳、この5の500歳ってことは、まあ、2000年から2500年の間って意味なんですけど、高専ルブして断絶せしむることなからしめんってビシッともう法華経の御門として説かれてるんですよ。我が滅道の地悪世末法の中において、5の500歳の中で必ずその高専もう一回法華経がこのルブされる時が来ますよと。でこの意味で東方に縁があって、しかもそれは日本というこの小さい島国であるってことも特定されてくるんですけども、はい、まあ、なぜかったら仏教は日本が結局東の到達点で、日本から東へ行ってないんですよね、当時の、はい、あの文明で言うとね。そうですよね、はい、うん、ってなるとやっぱりそこは合ってんだけど、あとは、そうそう日本、それで要は1052年から1552年、しかもこういう振る舞い方をしますってこともちゃんと予言されてるんですよ。それはまず何度もそのところを追われるっていうことなんだよね、焼き打ちにあったり、はい、さっきおっしゃってた通り命をかけるようないろんな法難に遭うと。でその中でもお釈迦様もそれ経験されてるからですよね。まあ、お釈迦様の難よりも大きい難に遭うって言われてるんですね。ああやっぱり、うん、これもだからお釈迦様もちゃんとねご自分のお立場ってことをちゃんと分かってたってことなんですよ。お釈迦様の一生を研究してみると、はい、命刀振り上げられて首が飛ぶような目には遭ってないんですよね。確かにそうですよね。そう、はい、台場だったが、いや岩をこう転げ落として、でそれがこう砕けて砕けて砕けて小さい石になって、はい、釈尊の小指に当たって血を出したっていうだけなんです。血を出したっていうのは、はい、でも万法に生まれてくる人ははい、そんなもんじゃないぞってお釈迦様が予言してるわけですよ。つまり自分よりもすごい人が出てくるんだよって言ってるに等しいんだよね。だから釈尊本仏っていう考え方、みんなその立正佼成会もそこからどうしても離れられないんだけど、そうなんですよ、よくよく配していくと釈尊は本仏ではなくて、実は
鎌倉時代の日蓮大聖人こそが釈尊を久遠の時代にね、久遠の時代に釈尊を仏にさなされた本当の根本物だっていうことなんです。本当の仏教の、あの究極の真髄っていうのは。ちょっとね、今あのにわかにはこれはね、あのご理解難しいと思うけども、まあ、はい、まあここはいいです。そんなに深く考えなくても、いずれにせよ今の時代の仏様としては釈尊を崇めてたんではダメなんですよってことなんだよね。じゃあ帰依するのは、うん、日蓮ご承認ということですよね。南無妙法蓮華経を唱える以上は。そうなんです。で、行こう。もう一つは